おはようございます。オーシャンのしげです。今朝ちょっとね風が強いんですけどね、ご容赦ください。ですね、最近、ここ何ヶ月か前からですね、オーシャンアドベンチャ実はですね、バイファールの、特約店というかね、加盟店に、させていただいております。これでね、ホームページなんかでは、僕のね、うちのホームページなんかではちょっと紹介してなかったんだけど、バイファールさんのね、ホームページで、オーシャンアドベンチャー加盟店ですよということで、紹介していただいてたみたいで、最近ね、ちょいちょい、お客さんがね、バイファールの竿とか、バイファールの PFD とかを、現物が見たいということでね、お越しいただいてたんですよ。なんだけど、うちにはね、そういうのがなくて、これから用意しますね。はい、今までなくて、でそれにね、僕バイファールの製品って、マルチエフェクターしか使ったことがなかったんですよね。はい、非常にね適当な人間で本当に申し訳ない。ということでね、やっぱりそのまあこういったね取扱店に、させていただいてるんだから、やっぱりねバイファールの製品ちょっと使ってみようかということで、僕がね、一番気になってたね竿を今回はね持ってきました。はい、これちゃうよ、これちゃうよ、こっちね、これ、バイファールのね、ロット、ベートロット、コーラス、これをね今回持ってきました。これはですね、一応そのベートスタイルの、ちょっとこう、なんていうんかな、ヘビーウェイトのバーサタイルロッドっていうことで、一応売り出ししてるんですけど、ヘビーウェイトのね、バーサタイルロッド、これがですね、どんなもんか、どんなもんか、ちょっと上から目線ですいません、どんなもんかね、ちょっとね、今回確かめたろうと思ってね、今日は、1日やるかなちょっと分からへんねんけど、このコーラスでタマンを狙ってみようかなと、思っております。はい、でね、今回一応ねリールがちょっとねあれなんですけど、一応ね PE の3号に、リーダーはね70ポンドのナイロンを巻いてきております。でナイロンはですね、リーダーはねこれ70ポンドナイロンの、2キロ半やから約5メーターですね、5メーターリーダーを取っております。それでタマンとかね、あとスジアラなんかがおればですけど、非常にね浅いところで、戦う魚で、特にね根に潜る習性がある魚なので、リーダーがねやっぱり長ければ長い方が有利なんですよ。でもねやっぱりリーダーをね、スピニングロッドで長く取るとね、どうしてもねキャスティング時のトラブルが起きてしまうので、やっぱそういうこともあってね、どうしてもスピニングのキャスティングロッドではリーダーを長く取れなかったんですよね。なのでね今回このねリーダー5メーター取れたっていうのはね、これは今日は相当期待できるんじゃないかなと、かかればね、かかれば、期待できるんじゃないかなと、思っております。それでね、もう動けへんぐらいガチガチです。動けへんぐらいガチガチに締めてます。はい、もうこれ以上やったらもう壊れる、ネジが壊れるぐらい締めてるんで、1ミリも出せへんつもりで今日はね一発やったろうかなと思います。ということで、行ってきます。よし、じゃあまずはね、小手調べでこの辺投げてみます。あ、いいですね。この辺はね、いつもだいたい来えへんのだからまあ練習のつもりでね、ちょっとやってみます。どれくらい飛ぶんかな。
糸巻きすぎてねリーダー入れたらねリールがカチンカチンなんですよなんか10メーターか15メーターぐらいあのラインを抜いてねリーダーつけてもよかったんけどちょっともったいなかったんで今回これでやります。で何メーター飛ぶんかな、高かな、お50メーターぐらい、まあ、ゆっくり投げて50メーターですね。上手い人はもっと飛ぶと思います。僕がですねこういったあの大物のね、ベイトキャスティングロッド、大物専用っていうか大物向け用のベイトキャスティングロッドに何どういうメリットを感じてるかというと、僕はねやっぱりこの太い糸が巻けるっていうところなんですよ。これ例えばそうやな、これとね同じ口径ぐらいのスピニングのロッドやったらおそらくね50ポンドぐらいが限界だと思うんですよ、あのリーダーなんかで言うと。しかも、まあ1広2広は巻かれへんやろね、1広ぐらいやと思うんですよね。でそうなるとまあ例えばその根にも触れへん魚、シイラだったりカツオとかで、そういうねあんま根にも触れへんような魚やったら問題ないんやけど、根に潜る魚の場合はやっぱりねリーダーをしっかりと長めに取るっていうのがやっぱ取れるかどうかでいうと肝になってくるの でそういうね太いリーダーをしっかり巻けるっていうことですよね、長く巻ける。これでこれなんかでも同じ口径やったら50ポンドぐらいしか巻かれへん、スピニングやったら同じ口径で50ポンドぐらいしか巻かれへんと思うけど、やっぱりねこれ70ポンドの、 あのリーダーを、2広範囲で5メーターね今回は入れてきてますけど、もう何の問題もなくあのキャスティングされてますね。やっぱりそのベイトなんで糸がスムーズに出る、だからもう全然そのガイド絡みっていうかガイドのトラブルがないっすよね、ずっと出ていく。でこれがまたねいいですよね。あとやっぱりその魚がかかった時の、ゴリ巻き、これもやっぱりねあのスピニングよりもベイトの方がやっぱゴリ巻きするにもね、適してますよね。だからそういう部分でねやっぱり大物のこうやってキャスティングベイトロッドっていうのは僕はもっとねあって叱るべきやと思うんやけど、なんでこれがないかっていうとやっぱりね圧倒的にあの飛ばせる人は飛ばせるんですよ、だけど圧倒的に平均飛距離があのスピニングより落ちるからですよね。でそれがねやっぱりあのみんなのネックとなってね、まあ大物キャスティング大型のキャスティングベイトっていうのがない、理由なのかなと僕なんか思うんです。せやけどねこれがねおもろいところで、このカヤックフィッシングにおいて飛距離ってあんまり大事じゃないんですよね。当然飛ばせりゃ飛ばせた方がいいんだけど、まあ30メーター飛ばせればまあ勝負にはなります。普通に勝負になります。これで逆にね80メーター100メーターカヤックからキャスティングしたところで、こういったね浅場の場合は特にやけど根に潜られてブレイクっていうことが往々にしてあるので、だからそういう意味ではですね、30メーターから40メーターぐらいの、飛距離で、刻んでね、まあ狙っていくっていうのも、まあ、かなりね有効な手段じゃないかなと僕なんか思いますね。これで例えばじゃあまあ、こんなね浅場じゃなかったらやっぱりあのキャスティングの方がええんちゃうかなと、まあそれはね、人それぞれなんで、そっちがええっていう人もいると思います。おっ来た
時間こんなに締めてんのに、あーバレた、あー伸びた、こんなに締めてんのにダメか、いやー初めて、あ針折れてるわ、針折られてますわ、折られた。よし、じゃあやっていきます。でですね、あのこのちょっと新しいやつに変えました。でね、あのこのルアーを使う上でですね、注意点なんですけど、この針ですよ、針、この針はね、あのバーブレスにしといた方がええんちゃうかなって僕はね、おすすめです。で、まあ、こういったね、浅場のキャストゲームで釣れる魚って言ったら、まあタマンですよね。あとスジアラとかオオモハタとかアカハタとか、その辺やと思います。あとまあそうやね、ヒラスとかブリとかもたまに釣れるけど、だからそういうの合わせても、まああんまりね、あの針外れの心配がない魚が多いので、だからまあまあ、バーブレスにしといた方がええんちゃうかなっていうのがおすすめで、特にねタマンの場合はこの唇がすごい分厚いんですよ。もうイカリア長介みたいな唇してるんで、だからそれはね、もう張り外れの心配はほとんどないですね。はい、だからそういうの考えると、もうあの最初からねバーブレスにしといた方が、取ること考えた方がね、ええんちゃうかな。取るのが結構大変なんで、取るときにね、針折ったりするんですよ。わあ、さっきの1回でリールがバカになったぞ。ベアリングが壊れた。すごい異音がする。今日一日持ってくれりゃ。このレングスとね、竿の硬さとグリップの長さ、これ絶妙ですね。でもうちょっとね、長かったり硬かったりするんやったら、もうちょっとグリップエンドあと2、3センチぐらい欲しいかなっていう感じ。せやけど、いいですね。長さがバッチリ。ちょっとね、ちょっと僕の好みとしてはもうちょっとグリップエンド長い方が僕の好みではあるんやけど、せやけど、そうやね、長くする必要もないのかな。もうこれって言われたら全然使えるよね。それとはこの間ね、あの釣り具屋に行ってきたんですよ。これのリーダー会に。その時にね、あの僕のね動画を見てくれてる、方がね、あのたまたまいらっしゃいまして、でこのタマンですよね、タマン。このカヤックのタマンを今狙ってますって言ってね。やってくれてましたね。すごい嬉しい。天草、今の天草で
おそらくね、一番引く魚の一つやと思うんですよ、タマンって。で、まあその、ごくごくたまにね、スジアラとか、そういうのが、なんか来るという話は聞いたことあるんやけど、まあ僕も何回か釣ったことはあるんですけど、そやけど、やっぱその甑島とか、まあ、鹿児島ですよね、みたいに、じゃあ、スジアラ狙おうかと、言うて狙えるような魚ではまだないんですよね。だからやっぱりその、タマンっていうのがやっぱりターゲットフィッシュになって、でその中のゲストの一つとして、まあ、スジアラが来るみたいな、まあ、そんな構図なのかなと、思いますね。で一昔前に比べるとね、やっぱり夏マサが減ったんですよね。減ったっていうかもう夏マサがほとんどほぼほぼ釣れなくなった、天草は。だけどやっぱりね、大きな魚を求めてる人たちっていうのは何か大きな魚おれへんかなと思ってね、いろいろ考えてあれやってこれやってってやってると思うんです。でその中ではね、やっぱりこのタマンっていうのは本当に魅力的な魚ちゃうかなと思います。比較的ね、手軽に釣れて、だからタマンがおるポイントっていうか、タマンの生態さえ知っとけば、まあこんなところやったら、あ、タマンおるやろなっていうの当たりがつくんですよ。でやっぱりね、その期待に応えるように今はね、天草にはすごい、たくさんのタマンいます。だからぜひね、狙ってほしいなと思いますけどね。ですね、まずまずよ、悪ないよ、よいしょよいしょ、おっしゃー、釣りましたね、コーラス負けてない、これぐらいの魚には全く負けてないよ。55ぐらいやね。もうちょっとあんのかな、分からんけど。いやー、来ました来ました、嬉しい、強かった強かった、ありがとう。
のはちょっとかかりが浅かったな。どうもお疲れ様でした。ということで今日は1日ね、このバイファールのコーラス、これを使ってね、魚釣りやりました。で今日はですね、僕6時スタートだったんで、まあ6時半スタートだったんで、だいたい9時ぐらいにね上がろうかなと、思っておりましたけどね、もう12時半です。はい、もう6時間やってしまいました。でね、なんで僕がこのね3時間で区切ったかというと、僕が普段使ってるロッド、これがですね、リップルのアクイラっていう竿なんですけど、これよりちょっと硬くて長いんですよ。で、若干なんですけどね、硬くて長い。でこれはですね、カヤックでキャスティングゲームやってたら、だいたい3時間ぐらいで僕の体力の、まあ、限界とまでは言えへんねんけど、まあしんどいなという感じになってくるんですね。なのでまあだいたい3時間ぐらいで終わりなのかなと思ったんだけど、これはですね、その若干ですけど柔らかい、それで若干ですけどレングスが短いで、グリップエンドもちょっと短いですね。だからもう本当にちょっとずつあのコンパクトにできてるっていうところで、6時間振り続けてもね全然しんどくなかったですね。はい、まだまだやれるっていう感じ。これものすごいね、扱いやすかったです。硬さとあと長さとグリップエンドのこのバランス、これもぴったりでしたね。すんごいあのしっかりと作り込まれてる竿やなっていう、そんな感じを受けました。でね、魚釣りってなんていうかな、魚釣りが楽しいの楽しいと、魚を釣るのが楽しいの楽しいのね、2つあると思うんですよ。まあ用意が楽しいとかね、あの打ち合わせが楽しいとか、いろいろ他にもあるんやけど、まあ、魚釣りというカテゴリーが楽しいということと、あと魚を釣ることが楽しい。だから大きな魚を釣るのが楽しいとか、数を釣るのが楽しいとかの楽しいとね、あとやっぱりトップで釣るのが楽しいとか、こういったルアーで釣るのが楽しいとか、この仕掛けでやるのが楽しいとかね、そういう楽しいですよ。これでね、このコーラスに関して言うと、魚釣りが楽しい、これのね、あのウエイトが多い人はおすすめです。はい、なんでかって言ったら、魚を釣るだけやったらね、もうちょっと硬くて、ごつい竿の方が魚を釣り上げるのは楽やと思います、正直言うと。そやけど、こういうね、あのまあ僕の持ってる竿と比較なんやけど、ちょっと柔らかいんで、やっぱりね、あの魚に持っていかれる瞬間ってあるんですよ。ありました、今日は何回、2回ねありました。そやけど、それでもね、やっぱりね、しっかり取れる楽しさ、これもあります。これなんでかって言ったら、僕のね、いつも使ってるシステムは BE の3号にリーダーが40ポンドなんですよ。なので根に潜られたら切れます、正直言うとね。なのでもうゴリゴリのファイトをせんとあかんねんけど、これの場合はですね、ラインは一緒なんですよ、 BE の3号なんやけど、これ70ポンド巻いてるんですね。なので2回ともね根に潜られたけど、結局切れませんでした。やれましたね。それでおそらくもうちょっと大きなやつでもこれは大丈夫かなっていう感じ、このリーダーの痛み方見たらね。でね、そういうね、なんかこう魚釣りが楽しいっていうかね、そういうコンセプトで作られたロッドなのかなという感じはしましたね。はい、ということでね、まあ今日はねもう時間になってしまいましたんで、今日はねこれでおしまいにしようかなと思います。でまた今度ね、これでね、このコーラスで、キャスティングもやりたいけど、まあ、もうちょっとね、今度ジギング、バーチカルとか、あとキャスティングのジギングとかね、まあいろいろ、まだまだやりたいことあるので、まあ今度はね、そういったやつに挑戦してみようかなと、思いました。はい。ということでね、ありがとうございました。バイバイ。
え、何今の。何今の。